やばそうこれ。いや、なるほどね。いやもうリアクターの真ん中ですね。ああ、真ん中。あ、漫画す神ゲー。ぜひね、高評価のタスクね、よろしくお願いします。オーマイガー。じゃあ久々じゃない。ピンク、黄色、茶色。え、嘘。え、マジで。マジか。すげえ。今日は ゾニキさんミュートになってるかな。黒黄色水色。あ、すいません、すいません、はい、すいません、失礼しました。ごめんなさい。なんだっけ、停電中に多分何人かすれ違ったかな。アシーさんがウェポンを置いて、はい、ウェポンで。で、トータスさんが追いついて、僕アドミ見てたんですよ、直前まで。はい。誰だっけ、砂溜めさんとアルトさんだっけな、誰かが2人ぐらいいて、アドミンの情報を見てて、その途中で停電になって、 O21 のまんまだったんで、ずっとなんで、ちょっと停電直さずに逆走して O2 死んでるんじゃないかと思って行ったら死んでなかったっす、トータスさんは。うん、はい。足湯さんとその辺でうろうろしてた。あ、ちょっと情報、じゃあ砂溜め落としたいんで、エレクトリカルに停電直した後閉じ込められました。黒黄色水色オレンジ、うん、だから寺蔵さんが直してるんですよ最後配電盤。お、僕と砂溜めさんが一回勝ち合っちゃって、勝ち合っちゃった、直ったと思ったらあれ直ってないみたいな感じになっちゃって、で、でその後にドアが閉まった時の4人が黒黄色水色オレンジです。閉まってました。で、私が一番最初に出たので、私目線だと黒水色か、はい、で僕はエレクトリカル中です。なるほど。私コミュニケーション側に抜けていきましたってなる。もしもゾニキさんを信じるんだったら、残ってたのがエレクトリカルに残ったのがアルトテラゾーになってしまうので、僕視点だともう、うん、あ、どうぞ。僕視点だとテラゾーさんがもういないんですよ。いないんだ。うん、ゾニキさん目線だとテラゾーさんはどう見えてます？テラゾーさんは見てないですね。先に抜けたってこと？ゾニキさんが、いや、それはない。私がエレクトリカル出た時に寺戸さんが U ターンして奥に行ったんで。 U ターンしてエレクトリカルの奥にですか。で、その時に私しか多分出てないと思うんだけどな。それアルトさん覚えてますかね、 U ターンの仕方と、僕もさっさと上行っちゃったんですよ、タスクしに。もう一回話そう。いや、マジか。ワンチャン握りしてくれてたらなと思ったけど、本当にしてくれてるとは。失礼しました。はい。誰の証言が一番欲しい感じかな、これ今。砂溜めさんとゾニキさんじゃない？寺蔵さんとどういう位置関係かみたいなのもそれぞれ教えてほしい。はい。じゃあ砂溜めからいきます。停電直してました。はい、で、その後にドアが閉まりました。で、配電盤の奥、タスクを4人がやってました。はい。はい、アルト、砂溜め、寺蔵、ゾニキです。はい。で、私が私と寺蔵さんが
ハスク終わって配電盤の前あたりに移動しました、奥から。で、うん、扉が開いて私は出てきて、寺蔵さんはまた奥に戻ってったんですよね、うんうんうん、でその後はもう知りません、エレクトリカルの状況は。杉蔵に帰還して、うん、私そう4人で閉じこもった後、タスクを終えて、ストレージを抜けて、うん、コミュニケーションあたり最終位置っていう感じで、そうですね、記憶にないだけかもしれないですけど、寺蔵さんの動き覚えてないっていうのが率直なところです。寺蔵さんが4人、エレクトリカの中にいるうちの1人だったことは覚えてるんですけれども、寺蔵さんが最終どういう動きをしたかは覚えてない感じです。じゃあ、砂鍋さんが抜けていったのは覚えてる、覚えてますか。じゃあ その自覚として、はい、出たタイミングはだから砂鍋さん次っていう自覚ってことですか。そうですね、はい。ちなみに最後ナビゲーションいた方っています。僕あのボタンが押されるとこまでずっとアドミン見てたんですけど、最後ナビゲーション多分トータスと打ち上がって、俺ナビゲーション1ストレージ3からボタンを押す1秒前に2に減ってリクトリカル1っていう状況でしたね、最後は。ちょっとあんまり見るの慣れてなくてあれですけど、バルトさんのじゃあ1は当てそうだね。で僕エレクトリカル1です。あのエレクトリカルの中僕しかいなかったので、そうです1で、で多分私の中でアルトゾニキの2浪はないんですよね。だから今の話からすると僕してゾニキさんないしは砂鮫さんが殺してるんだけど、それぞれはそういう視点になっちゃうよね。ただだとしたらゾニキさんが見つけてるはずだと思っています。ゾニキさん目線で私ありえるんですか、先に出たのに。寺蔵さんがどっちとどこに行ってるか分かんないからね。キレキルしてくんか、いや道連れてかバレないキルが欲しいな。待ってボタン押した方がいいか。よいしょ。梅健さんがアドミンを見てくれてるんですよね。そうですね、最後まで見てます。エレクトリカル1だったのを確認してくれてるってことですよね。はい、1でした、うん、で僕はずっとタスクをしてるんです。で砂鮫さんが出て行って、仮に寺蔵さんをローカーないしストレージの中で殺してるんだとしたら、ゾニキさんが発見してると思うので、そうだからゾニキさん目線で砂鮫が黒になるのがよく分かってなくって、砂鮫さんって寺蔵さんがエレクトリカルに戻っていったとおっしゃいましたっけ。はい、それ私見てなくて、で戻っていったのであればアルトさんエレクトリカルで見てるはずではない。アルトさん見たって言ってなかった。僕はタスクをしてるので誰がどこにいたかを知らないですし、そもそも閉じ込められたこと自体を知らないです。ああ私目線砂鮫さんのその戻っていったってことをアルトさんが確認できてないし、はいはいはい、アドミンでも2がついてないってことから矛盾生じてると思って、はい、要するに、ね、砂鮫があの出た順番を偽装してるんじゃないかがゾニキさん目線ってことですよね。そうですね、あ了解しました。はい、アルトさん視点はもうじゃあ何も分かんないって感じですか。じゃあ何も分かんないですけど、ゾニキさんが近くにいたのは覚えてて、タスクが、何個か終わった後はゾニキさんはもういませんでした。あそれだけなのか。あちなみにゾニキさん、あとゾニキさんにごめんなさい、最後に質問させてください、はい、砂溜が偽造していると確信がある感じですか、それとも偽造している可能性があるって話ですか。それ次第で完全に対抗するんでペア組めばいいかなって思っちゃってます。そのゾニキさんの対抗次第で。いや了解です。出る順番は砂溜が嘘をついているの確信ですか、それとも可能性があるですか。私の記憶が正しければ間違ってるという感じで、私が間違ってると可能性もあります。ああじゃあどっちかに黒がいるでいいんじゃないですか。ゾニキさんはコミュニケーションに行ってるんですよね。うそうですね。あれはどっちに行ってたんですか。あれ洗えばいいんじゃない。私ストレージです。ストレージ、はいはいはい。あじゃあストレージにじゃあ絞れるんじゃない。うん、アドミン情報と、うん、アドミン情報出てるから、それがストレージは最後3から1に減りました。で砂鮫さんってことはゾニキさんのコミュニケーション方向行ったっていうのがあってて、もう一人あれじゃない、寺戸さんなんだな。じゃあだからどっちかじゃないですか、砂鮫さんかゾニキさん。あじゃあペア組みます、ゾニキさんと私、はい、はい、ペア組みましょう。ついてきます。
リアクターかな。いやもう1キルできてたら熱かったけど、いやーあーもう分かんなかったからな、きついよ。やばそうこれ。いやなるほどね。いやもうリアクターの真ん中ですね。ああ真ん中。俺も真ん中に立ってた人誰だって。めっちゃ絶対キルを切ると思ったんだ。俺も怒ると思って今俺が報告したもんやと思ってた。リアクターやってました。だから真ん中にいてます。キルされそうやなと思って俺止めて今見て。ドニキさん何してました？リアクターが離れてるかどうかだね。そのタスクやってました？タスクやってましたね。みんなね離れてない。俺切った時見た瞬間トータスさん、アシユさん、ピカクロス、ゾニキさんの計4名テラゴさんって感じか。えしかも あれだからね、砂溜めさんさ離れてたんですよ。そう後ろへ離れてた、離れててたのに、なぜか近づいてその瞬間殺されてたから誰が近づいたかわからないですか。いや、砂溜めさんが近づいたの。だからめっちゃ面白い言い方すると殺されに行きました。砂溜めさんが。なんかあれからタスクがあったから行くが出したのかな。アルト上行って降りてきたら死んでたんですよ。うん。で、見てないなんか瞬間誰が動いたか。いや誰も動いてなかった。動いてなかった。僕もね、うん、死んだ瞬間見えたんだけど。で逆に言うと真ん中にいた人で血しぶき見た人います？いや見えなかった。タスクのせいでかぶれてる。タスク完全にやってました。俺消したよ。消した瞬間にまだ倒れる前の死体やった。あその時なんか上の方に映った色とか見えました？いやわからんな。もう重なりきってたから。マジで全然動いてなかった。これゾニキさんやらない方がいい。わかんないからやめといた方がいい。ゾニキさんじゃなかった場合ってま任せます。でもある程度タイプ出てダブルで終わりでしょ。わかんないとしか言いようがないから。ただ砂溜めさんがいなくなってるっていうか、まあ一回スキップかな。でも、うん、まあでもそうっすね。これ怖えな。ごめんなさい。しまいたいけどな。違うけどメッドベイにいました。道連れ切りしてくれ。てか僕があの村だったら絶対今ゾニクさん釣ってたけどね。だって初日の容疑者いないんだから。もう選択ミスだよねこれね。ゾニクさん道連れ頼む。絶対次釣られるから道連れしてくれ。ゾニクさん道連れ。ボタンできれば会議ボタンの人。アシューさんごめんありがとう。いいえ、はい。いやもう、はい、あのこれって初期位置みんなカフェテリアですよね。うん、うん、カフェですよ。化けてました？いや扉閉まってたのに扉開いてすぐメッドベイ入ったらゾニキさんがメッドベイの中から。ああもうゾニキさん抜けてましたよ。普通に、うん、あ抜けました。ちょっとラグとかです。ラグとかです。最速で多分抜けていきましたね。なるほど。いやもうこれある程度対抗してたんやからローラーしたつもりでゾニキさんつってもいいと思う。あ、そうね。あの、最初のね、最初の容疑者が2人だからね。うん。そうっすね。アルトさんじゃない限り。まあ、ローラーみたいなことになるから、まあ、ブラメッセンスにするのかなと。いや、僕はだってないことは梅健さんが証明してるので。うん、じゃあ。ゾニキさんが人間なんだったら、死ぬ気で犯人探さないと。まあ、そうなんですけど、寺蔵さんが、じゃあ、アルトさんしかないか、私目線。でも、うん、アドミン情報1ってなってるのが分かんなくて、もしかすると寺蔵さんが戻っていたという砂沢さんの証言が正しいのであれば、戻っていったタイミングでアルトさんがキルしてエレクトリカルに戻っていったとか、そういうことが終えるのかなっていうふうに思います。あ、ストレージで殺してってことですか。あ、でもストレージの2って砂沢さんと私の2であって寺蔵さんではないっていう可能性とか。野木さんはコミュニケーションに入ったんですか。ストレージで終わったんですか。コミュニケーション側に抜けてます。ストレージは抜けてるんですか。
廊下あたり、コミュニケーション前の廊下あたりで、その2はトニキさんではないです。最後の最後までアドミン見ておられました。そうです、最後の最後で、最後まで3で残りボタンが押される2秒前ぐらいに2に減りましたね。なるほど。エレクトリカルはずっと1でした。そのタイミングゾニキさんが抜けてるんじゃないですか。よっぽどのことで考えたら、まあ、梅健さんとアルトさんが2ローじゃないかというゾニキさんつって一応あるとしたら、ね、エレクトリカルの1が死体でストレージってのことは、まあ、そういう、ああ、そういうことか。泣かないけど、まあ、素直に考えるか。まあ、これ間違ってたらめっちゃうまいっすよ。うん。どうします。いやー、ごめん、これ、いやー、切れてきんかったかな。切るか。レポート挟まんと無理だな、これ。とりあえずリアクター鳴らすか。勝てるか。あるんじゃねこれ。おなあ、マジか、ナイスナイスナイスマジか、ナイスケンタさん、今センなんだ。めっちゃ左に行ったって思って。今ね、センターやと思ったのが、いや、どうなんやろ、わからんけど。センターそのまま普通に歩いてった。弁当使って抜けてない。弁当一回も使ってないですよ。使ってないか。なんでアドミンにおるんや、もうって思ってしまった。危ねえ。普通にやれていきました。間に合わんかった。アドミンのさんがナイスすぎる。なんか殺されに来たから、なんかあの密集地帯に入ってきた私の犠牲になったから、キルされに来たなって。アドミンがみんなお見合い。最後のターンはキルしてない感じ。うん、ガチでしてないですね。誰も。死んでなかったですね、うん、いやマジで O2、 僕コミュ鳴らしたかったなと思ってたんだけど、多分リアクターの、そうです、めっちゃ人集まってたんで。いや、それはナイス、めっちゃナイス、ナイス、それはナイス。いやー、いい判断。中さんと別れるべきやったね。 O2 梅健さんが直して、アドミンがなんか大量にいたけど誰も。アドミンはね、ギリギリ間に合わなかった感じでしたね、あれ。あ、アドミンね、違うよ、俺リアクターでさ、あのピカさんとアシオさんといっぱいおってさ、で、なるやん。じゃあさ、右下に矢印、あの赤黄色で出るやん。あ、レポートついたと思ってカチカチ押してたやん。うわ、なれへんってなってそのロスと、もう一人誰かが下行ったから、明日周りで行くんやったら俺、あの、なんちゅう、O2 の部屋行かなと思って、ね、そう、僕とアシオさんがO2 側行ったら、もうセンターがいたのかな。そう、いてくれてて、やってくれてた。あ、じゃあ O2 が直らなくて、今回は待てた。あ、違う、アドミンが、アドミンが直らなかった。あとボタン2つ直る。はぁ、いやー、素晴らしい。あんだけいて、こういう6人でなかなか O2 勝利ってすごい珍しいものを。いや、神判断だったな。リアクターめっちゃ人いたんで、これちょっとワンチャンって思って。いや、ナイス。何秒なんですか？30秒です。短い。や、ナイスだな。僕、絶対オツ鳴らさなかったからな。ナイスだ。下に人がいっぱいいるときは、ちょっと警戒しなきゃダメかもね、やっぱね。いやー、やべー。タイミングで速攻走ったんだけどな、間に合わんかったな。ナイスだ。ミュート切り忘れてすげえ動揺しちゃった、もうなんかもう手の込んだ自殺しちゃった、なんかリアクターでもうまくいったね
うますぎましたね、本当。あれって思って、あ、でもこれラッキー、他の人死ぬって思ったら、思って行ったら砂ザメさんって思って動いちゃったのか。離れてるの見てたから、これドサクサキルでいけるなって思ったんですけど、いや、あれ、これ私以外を狙ってて、たら私が近づいちゃったっていうパターン。そうです、そうです、そうです。あれですよね、砂ザメさんは絶対殺したくなかったですもん、はい、つまり私が身を挺して、そうそう、肉壁になったのか。うまっ、身を挺して、うまいなぁ。あえてね、あえて誰かがやられるって予感がして、かっこいいですね。身を挺して近づいてたんですよ。神プレイ、すごすぎた。神判断。あれ、砂ザメさんと一緒に給油の近くまで歩いたのは砂ザメさん覚えてなかったか。なんかストレージの給油で死んでんだけど、ほぼほぼ一緒のタイミングで砂ザメ、テラゾウ、ゾニキでそこまで歩いていって、砂ザメさんが上に抜けてゾニキさんが俺を切る。あ、マジか、テラゾウさん。あー、ごめん、それ覚えてなかったかもしれない。まあまあまあ、記憶というのは。あれ、私が先に出たのは合ってる、寺堂さん。まあ砂詰さんが先頭走ってて、俺視点はだけど、はいはいはい、ほぼほぼ傷つなぎに3人が全員見える状態です。あ、ちょっと後方にっていうことか。うわー、うん、見えてなかった、まあ、ラグもあるだろうから、それはちょっと見え方によっては分かんない。いやー、大通勝負けか。いやー、これはもう僕何もしてないですからね、マジガチで何もしてないですからね。あれ、ちなみに畑さん君は全部初手メットベイ、キャリーされちゃった。初手メットベイに、メットベイでゾニキさんにキルされてます。そうですね、初手メットベイです。なるほど。ああ、そうだったんだ。キリ、あれセンターさんがやったのかと思ってました。僕なんかマジで何もしてない。もう最後のサボタージュすらしてないし、何もしてないのに、いつの間にか勝ってた。あの、なんかそう、畑迫さんのキルって消去法でして振り込むとセンターさんが浮いてたから、インポスター残りセンターさんかなと思ってたぐらいだったんですけど、そう、梅健さんの言葉を信じるならばってところだったんですけどね。まあ、梅健さんのアドミン情報でだいぶ絞れたというか、アルトさんが白目に見えたから、すごい推理はしやすかった。あ、でもこのアドミン情報は何も役に立ってなかったです、効果が。いや、あれなかったら多分絞れてなかったんで、アドミン情報がね。あれがなかったら多分、アルトさんも私の中で容疑者になっちゃったんで、まあ、なっちゃいますよね。いや、本当にちょっと辛かったですね。いやー、でもそっか、アドミンでお見合い、最後5人ぐらいがわちゃってアドミンにいたのを幽霊で見たけど、あれはみんながこう5人ぐらいが慌てて駆けつけた時場面だったわけですね、ってことは。いや、素晴らしい。いや、ナイスでしたね。2人張り付いてたから治るかって思っちゃったな。それはドキャリー。いやー、久しぶりの先端さんと。悔しい。今のは悔しいな。ソニキさんがね、あの、黒で落ちてるっていう、ちょっと油断もね、多分あったから、そこうまくついた、そうだね。O2 でしたね。ナイスアンダーでした。そうだな。O2 側って足湯さんと先端以外いました？梅健さんは確かいたような気が、オーツーが。僕は左にいました。グーってなったらアドミンですよね。あ、そうなんだ。二人でしょ。アドミン側ですよね。僕はギリギリまで直さなかったんで。そうですよね。うん。直ってなくて、足湯さんが張り付いてようやく直ったから。ポータさんじゃなかった？ポータさんはね、アドミン側です。あ、最後に見たのか。足湯さんか。あの、オーツー側直してくれたの。いや、しかし、あの、ミュートミスってしまったの、大変申し訳ありませんでした。なんか見てた。いや、ちょっと私がちょっと声出してしまって、何人かもしかしたら聞こえたんちゃうかなと思って。聞こえてない、僕は。よかったよかった。みんなスピーカーミュートにしてるから、その辺利点よな。そうそうそう。ああ、そっかそっか。そのためにもやってる、自己防止で。僕そうですね、普通にミュートしてからスピーカーミュート。ああ、そっか、だから畑底くんが気がついたのか、霊界の、うん、なるほどなるほど。現世では私がミュート忘れが一応スピーカーミュートで防げてたってことか。2人あったんですね、今回。そうやりました。いや、ナイスゲームです。いや、ゾニキさんも素晴らしい。あ、いや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 、砂ザメさんのあのアーマーがすごかったなという印象ですね。手の込んだ自殺をアーマーと言ってくれるんであれば、いやいやいや、壊れますよ、あれが。あれはここだみたいな感じで飛び込んだんですね。うん、あの村人死守しましたから、ね、あの銃弾が飛んできたんで、私が身を挺して、体危ないかなっていう。マジで僕してめっちゃ面白かった。砂溜さん離れてる、あ、偉いな。あ、近づいた。あ、死んだ。えってなって。誰か死んだらそうなるよね。しかも犯人知ってるから。